ベルナルド・ロッセリーノベルナルド・ロッセリーノは初期ルネサンスの彫刻家、建築家。本名はベルナルド・ディ・マッテオ・ディ・ドメニコ・ガンバレディ。教皇庁の建築顧問として活躍し、レオン・バッティスター・アル・ベルティが道庁の初期官となってからは、彼の下で建築実務を担当した。セッティニャーノの生まれ、彫刻家として立身したが、弟のアントーニオ・ロッセリーノも巧妙な彫刻家である。 1450年に完成させた、サンタクローチェ聖堂のレオナルド・ブルーニの母碑が、ニコラウス五世の目に留まり、以後、教皇庁の建築顧問となる。彼は建築家として、多くの改修、再建計画に携わっており、ジャンノッツォ・マネッティによる、ニコラウス五世伝によれば、ファブリアーノの広場改修工事と、サンフランチェスコ聖堂の再建、アッシジのサンフランチェスコ聖堂の改修工事を、 行っているなるに、オルビエート、ビテルボ、ローマにおいても建築物の改修工事を請け負っている。ルネサンス建築史上を極めて重要な彼の仕事は、1459年から1462年にかけて教皇ピウス2世に招かれ、携わったピエンツァ大聖堂とパラッツォピッコロミーに建設である。ありがとうございます。